分かるためにやるんであって、やるために分かるんじゃないんだってことなんだ。そうならないかもしれないじゃないかっていう議論を始めちゃうと、これいつまで経っても行動できなくなっちゃうと思うさ。これからはい、皆さんこんにちは。これから編集長の神野です。北海学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画は皆さんのこれからに寄り添い、キャリアに役立つ知識をシェアする動画となっております。ぜひ自分色に合った知識を見つけてコレクションしてみてください。本日は、まあ、結構僕の個人的な相談になってしまうかもしれないんですけど、まあ、多分噛み砕けば多分皆さんにこうつながる話かなと思ってはいて、なんかこう仕事とか、まあ、こう作業的なことをやるときに、こうやらなきゃいけない時点ではそれにやることに対するなんか納得度とかはあんまり自分の中でこう得られてない状況だけど、まあ、やっつけでこうやんなきゃいけないみたいなシチュエーションって結構ある気はしてて、なんかこうやりたいとかやるべきことってこう納得腑に落ちてるわけじゃないけど、まあ、でもこれやんなきゃなっていう状態の時に、なんかこう気持ちが乗らなかったりすることって結構あるじゃないですか。いや、その時になんかやっつけのままやっちゃってる自分に対して、こうちょっとこうなんかネガティブになってしまうみたいな時って、まあ、あるなってなんとなく思ってはいて、なんかそのやっつけでやってしまうというか、そのやる前に納得せずにやっつけでやってしまうようなことって先生的にはどう捉えますかみたいな、ちょっと難しい、すみません、なんかこううまく噛み砕けてないんですけど。でもさ、それってよくあるその疑問だよね、はい、っていうかその学生とかとね、あの話してるとやっぱりこう行動行為を起こす時の踏ん切りがつかない、だから、まあ、いつまで経っても行動が起こさなくて何やってたのって言われちゃうみたいなね、まあ、勉強とか仕事ってそういうこと多いと思うんだけど、じゃその時の踏ん切りのつき方ってどうしたらいいんだろうってみんななんとなく1回ぐらい考えたことあると思うんだよね、うん、で結論からすると多くの人たちはこう思ってると思う、やるしかないよねっていうことなんだけど、まあそうね、俺もその意味ではあの同じようなことを思っていて、結局そのやることにその踏ん切りがつかないっていう理由は、やることに理由とか原因、やるべき必要性があるとか、まあなんか理屈みたいなものがないからできないっていうふうに、またやりたくないって思ってるわけだよね、はい、納得してからやりたいって思うのは人のまあ心理だとは思うんだけども、納得を待ってたらいつまでもできないっていう問題もあるわけで、うん、そしたらどこで踏ん切りをつけたらいいのかっていうふうに思うっていう話だと思うんだ。でそれはもう言うまでもなく、納得なんか待ってたらさ、いつまでも行動起きないわけだよね。でそもそもさ、こうちゃんとなんていうの、理屈っぽい話で当たり前なのかもしれないけど、理解とか納得ってさ、やったからこう得られるわけじゃない、はい、やってもないことを理解することなんて本当の理解じゃないじゃん。それ理屈上分かってるだけで、うん、本当の意味で納得したとは言わないわけ で、はい、でそうするといつまで経っても考えてるだけだと分かるってことはありえないわけ。そうですね、だから絶対に行為が先に来ないと分かるとか納得するっていうことは無理なわけ、うん、だからやる前にその分かるとか納得するっていうものを求めてしまう時点でもうそれ破綻してるんだね。無理なんだ、ありえないことを想像しちゃってるっていうか。なのでまずはやってみようって思うことによって分かるためにやるのであって、やるために分かるんじゃないんだってことなのさ、うん、ちょっとこうどっちの順番が先かって話なんだけど、行為を起こす時には行為は理解のためにあるのであって、行為のために理解があるんではないんだっていうふうに発想をちょっと転換してあげると、行為はなんかまずやってみるしかないんだなっていうふうには理屈上考えていけるのかなっていうふうにはまずは思えるかな、うんうんうん、まあ、そこがポイントかなっていうふうには、うんうん、なんかそうなった時にいつまでもこうやっつけ仕事、やっつけ仕事でこうずるずる続けてしまっている状態をなんか脱却したいけど、なかなかその沼から抜け出せないみたいな、もし状況に陥ってしまったら、その状態ってあんまし健康的じゃないですか。うん、まあそうだよね。だけどなんていうの、今言ったのはね、その納得とかっていう意味での完全に分かった状態、はい、合点がいった状態で行為するのをみんな求めちゃうから行為できないって話をしたんだけど、はい、じゃあ全く何の根拠もなしに行動できるかっていうとそうじゃないよね、うん、だから多くの人たちがその踏ん切りをつけるためにやってるってことは理屈を持つってことだと思わない、うん、つまりやりたいとは思えないけどやるべきだとは思えるからやろうって、そうですね、どっかで自分の中で、はい、でそれはいわば理屈上の理解をとりあえずしていて、実感はないけど理屈上は必要だとかべきだっていうことが理解できてるっていう状態まで持っていくわけでしょ。だからとりあえず行動しようってところまでできるわけで、そうすると理屈上のこうある
うべきだ、そうするべきだって思うところまで行ければ踏ん切りはつけるって話なのさ、うん、問題は俺多くの人たちがつまずいてるのはそのいわゆるやるべきことを作ることの難しさだと思うんだよね、うんうんうん、つまりこれをこうするとこうなるだろうなっていうふうないわば仮説なんだよね、うん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 、だからこうするとこうなるよね、こうするとこういいことがあるよねって仮説を持つから仮に考えてこうなるだろうなって予想推測をするからやろうって思えるんだけど、そうならないかもしれないじゃないかっていう議論を始めちゃうとこれいつまでたっても行動できなくなってちゃうってのさ、はいはい、じゃあ踏ん切りのつき方としてどうするかというと、とりあえず考えるだけ考えて理屈上こうするべきだっていうふうに思ったら、まあ、あとはもう根拠はないわけだよね。それ以上の実感を求めずにとりあえず仮説を持って行動するっていうことをやるしかない。つまりいわば決めつけをしてあげないとダメなんじゃないかなって思うのさ。だからやりたいじゃなくてやるべきだし、そこに実感はないけどやるべきだからやった方がいい、その根拠はない、決めつけなんだでいいと思うのさ。なるほどね。だからこうやって決めつけることが俺は理解をすることにとってとても大切な気がするの、うん、さっき言ったね、理解するた本当の理解っていうか納得するためには行動しないと実感が湧かないからそこに行きつけないって言ったね。じゃあそのための行動を起こすために何をしなきゃなんないかっていうと、今言った決めつけをしないとダメだっていうことなんだ、うん、だから俺いつも思うんだけど、その頭のいい人と話をすることって、まあ、経験あると思うんだけど、この人頭いいなとか何でも理解しちゃう人だな、回転が早いなって思う人って結構決めつけてるんだよね。それってこういうことでしょとか単純化しちゃってなんか決めつけてるんだよね。え、そんな風に決めつけちゃっていいのっていうふうに思うんだけど、うん、一旦そういうふうに決めつけて、そういう決めつけの論理をもとに行動したり実験をしたりするんだよね。で間違ってたらその決めつけを修正すればいいっていう発想なんだ、うん、だから最初から 100% の正解を求めていなくて、とりあえず 30% ぐらいかもしれないけど決めつけちゃうことで、決めつけてとりあえず今の 100% だから本当は 30% かもしれないけど100としてとりあえずやってみると、でうまくいかなかったら修正して次は 40% のものにしていくみたいなことの決めつけの繰り返しをしてると思うんだよね、うん、でこの決めつける勇気を持てるかどうかが行動を起こせるかどうかにつながり、その後に本当の納得に行きつけるかどうかにつながってる気がするんだ。だからこそなんていうのかな、納得とか理解をしたいって思うからこそまず最初は決めつけるところから始める、まあ、ちゃんとした言葉で言うとね、仮説を持とうってことなんだけど、うん、仮説を持つ感覚っていうのは理屈上の仮説を持てばなんか行動できるっていうふうに思われちゃうんだけど、そうじゃなくて結構もうちょっと強烈な感じ、決めつけちゃって、うん、もう思い込みで動いちゃうよっていうね。だからある意味角度は低いかもしれないけど、決めつけてやってみる中で角度の高い仮説が次に生まれてくるわけだから、うんうん、それを回してるうちに角度の高い仮説で本当の正解に行き着くよね、本当の納得に行き着くよねっていうふうにこう思っていればそれでいいっていうふうに思えるかどうか、でその意味ではやっぱ決めつけることを恐れずにどんどんやった方がいいし、そういう人がいわば理解とか納得っていうことを手に入れてるような気がするんだね。わかりました、ありがとうございます、はい。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんのコメントと質問をお待ちしております。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。